寝苦しさで起きるのはこれで何度目だろうか。なんで寝てる俺に馬乗りになってるんですか、しのさん。特に理由はないけど、千秋くんがぐっすり寝てたから。だからってなんで馬乗りに。それより、千秋くん覚えてる？私たちもう恋人なんだよ。覚えてるよ。よかった。あれが私の夢じゃなくて。それより、もう起きるから俺の上から降りてくれない？じゃなくて、さっさと降りてくださいね。今日は結構余裕があったみたいだけど。うん。千秋くんと付き合ってるってなったら、それなりに余裕はできたかな。それでも、千秋くんに話しかけて色目を使う人を見てると。やっぱそういうところは変わらないか。まあ、俺としても今のままでもいいと思ってるけど。あ、ありがとう。シノはやっぱり直接褒められるのが苦手なんだろうな。ああ、そうだシノ。ん？どうかした？ああ、いや。今度の休みにでも、その、二人でデートにでも行かないかなって。うん、二人でデート行きたい。それじゃあ、どこ行くか決めておくよ。うん、楽しみにしてるね。デートとかあんまりしたことないから、期待はしすぎないでほしいかな。それでもいいんだよ。私は千秋くんと行ければどこでも楽しいんだから。その日の夕方。あ、そうだかなえさん。今週の休み、俺としの、家を開けるかもしれないです。お、デート？まあ、そうです。改めて言われると恥ずかしいな。ちょうどよかった。私も家を開ける用事があったから。そうなんだ。何か買い物？買い物っていうか、人と会う約束があるの。そうなんだ。いろいろ珍しいね。うちに誰もいなくなるのも、かなえさんが誰かに会いに行くのも。そうだねー。それで、もうしのちゃんとどこに行くかは決めたの？全然決まってない。俺も別にデートとかに慣れてるわけでもないし、しのも俺とならどこでもいいって言ってるから、どこに行けばいいんだろって感じ。どこでもいいんじゃないかな？どこでも、何でも、どっちでもの三種の神器を使われると困る。いやー、だって、しのちゃんが言ってるように、あきくんと一緒ならしのちゃんはどこだって嬉しいと思うから。まあ、でも、デートって言っても何か特別なところに行かないといけないってわけでもないんだから、いつも通りでいいんだよ。まあ、アドバイスありがとう。まあ、結局休みになってもデートのプランは思いつかず、俺としのは街を適当に歩いていた。本当にこんなんでよかったの？私は結構楽しいよ。千秋くんはそうじゃないの？いや、俺も楽しいけど。単純にいつもとあんまり変わらないなって思って。私はいつもと一緒でいいと思うけどね。こういう何気ないことでも、私にとっては大切な思い出だから。それで、どうしたの？雲宮くん。あ、いや。親との問題を解決したにはしたんだけど。その、家を追い出されて。大丈夫なの？父親に数発殴られたけど、あの親と縁を切るのにそれだけで済んだのは逆にすごいから。そうなんだ。これからどうするの？あんまり考えてないかな。大学はバイトとかしつつ通い続けるとしても、それ以外何も考えてないんだよね。頼れる親戚もいないから。もしかして、助けてほしい感じ？はい。めちゃくちゃ助けてほしいです。まあ、雲宮くんにはしのちゃんの件で一つ借りがあるから助けるけど。けど？今は私もあきくんやしのちゃんと住んでるけどいいの？ああ。そういえばそうだった。でも、それの方が良かったのかも。しのちゃんと家族としてちゃんと接することができるから？まあ、そんな感じかな。もう、雲宮くんは素直じゃないな。しのちゃんが心配なら心配だって言えばいいのに。心配は心配だけど、今さらどの面下げて心配すればいいのか。私にもそれはわからないから、一緒に帰って考えよ。俺としのは夕方になるまでデートをし、家に帰ってくると、なぜか家にしのの兄がいた。かなえさん、説明お願いできますか？一緒に住むことになった感じ。なんで？雲宮くんは親にお家を追い出されたらしいから、ほっとけないなーって。だとしてもなんで？まあ、あきくんが俺のことあんまりよく思ってないのはわかるけど。ああいう感じの言動を取ったのも、親の監視下だったからで、俺の本心じゃないんだよ。それをどう信じろと。っていうか、あきくん言うな。まあまあ、一応あきくんも雲宮くんに助けてもらってるんだから、ちょっとは信じてみてもいいじゃないかな。助けてって。もしかして、千秋くんがうちに来れたのって。そ、雲宮くんが住所教えてくれたの。ちょ、言わなくていいのに。しのちゃんに言わないだけで、雲宮くんもずっとしのちゃんのこと心配してたみたいだよ。だからって、俺はその人がしのに価値がないって言ったのは許せないんだけど。まあまあ、
雲宮くんも本心じゃないって言ってたし、ツンデレだから言っちゃったんだよ。多分、雲宮くんはしのちゃんに素直になれないんだよ。何それ。ああ言ったり、こう見えて結構可愛いところもあるんだよ。私は兄さんがここに住むのは反対しないですけど、あんまり干渉はしないでほしい。しのはそう言うとリビングを出て行った。随分と嫌われてるね。まあ、仕方ないよ。今までが今までだから。カナエさんが心配ないって言うなら、俺もその人がうちに住むのに反対はしないけど、ちゃんとしのに謝れよ。わかってる。今までのこと全部謝るつもり。それならいいけど、俺はそう言い、自室に向かうのであった。その日の夜、俺が寝ようとしてると部屋の扉が開いてしのが入ってきた。ん？どうかした？その、あの部屋は二人に使ってもらったから、一緒に寝てもいい？いいよ。俺がそう言うと、しのはすぐにベッドの中に入ってきた。ねえ、千秋くん。何？こうやって一緒に寝るの久しぶりだね。言われてみれば。でも、俺が骨折してから朝起きるとしのがいることが多かったから、久しぶりって感じがあんまりしないけど。確かにそうだね。話は変わるけど、しのはお兄さんのことどう思ってる？よくわからないかな。あんまりケイマイらしい会話もしたことないし、私から関わりに行くこともなかったから。そっか。これからはどうしていきたい？どうしていきたいか。親が関係ないなら、これからはちゃんと兄妹らしくしたいかな。わかった。それなら俺もしのとくもみやさんが仲良くできるように手伝うよ。ありがとう、千秋くん。好きだよ。俺も好きだよ、しの。その後もそんな他愛もない会話をし、俺たちは眠りにつくのであった。